ついにまた手を出してしまいました。やっほー。さて今回はですね、てれーん、東京ディズニーリゾートで手を出してはいけないグッズまたまた買ってしまいました。今日はこちらを紹介して飾っていきたいと思います。それではおーチェケラ。結構前なんだけど、皆さんこちらの動画見たことありますでしょうか。これはね、トミカに手を出してしまったという動画だったんだけど、今回はまた別のものに手を出してしまったんですよ。それがこちら。手を出してはいけないっていうのは、買い始めたらキリがないから、買ったら負けっていうやつだったんですよ。でも可愛くてさ、欲しかったさ。今回私がゲットしてきたのがこちら。ででーん、ピンバッジ。今回はですね、なんとたっぷり1枚分購入しました。じゃあ見ていこう。前から季節物の、例えばクリスマスとかイースターとかピンバッジは何個か買ってきたんですけど、今回はですね、そういう感じじゃないんですよね。アトラクションとかのピンバッジだったりとか、もう本当に胸がときめいちゃうグッズというかピンバッジばっかりで、じゃあ順番に見ていきたいと思います。では1つ目、かわいいね。これはちょっと前に出た、なんかちょっとレトロなグッズのピンバッジです。なんてかわいいんでしょうか。これ四角いピンバッジで、このレトロなグッズも可愛かったんだよね。これ3つで1400円でございます。後ろがね、ミッキーになってます。全部ピンバッジだからどんどん紹介していくね。2つ目、こちら、じゃーん。なんとですね、カントリーベアシアターのピンバッジが売っていました。これ激アツじゃない。ヘンリーとサミーのピンバッジです。こちらが1000円。てれん、これも可愛いと思ったんだよね。最高。これすぐにカバンの中に入れたらやばい。すぐにカゴの中に入れました。やばいやばい。カバンじゃないよ、カゴね、カゴ。こちら蒸気船ウィリーのミッキーとなっております。2つついてる。このミッキーの部分がね、ちょっとだけ浮き出てます。こんな感じで動くことないかな。でここのカチンコの、このカチンってとこは閉じないで、こういう形です。こちら1400円。じゃじゃん、スペースマウンテンとミッキー。かわいい。アトラクション系は結構大きめのピンバッジになっております。ミッキーが宇宙服着てて可愛いです。こちら1000円。じゃじゃーん、こちらもカントリービアシアターから可愛い子ちゃんたちがやってまいりました。こちらも1000円。6個目、ででーん、トゥーンタウンのトローリーです。こちらは900円。7個目、ででーん、無限の彼方へさあ行くぞ、バズライトイヤーというか、アストロブラスターのピンバッジ。こちらもアトラクションのピンバッジとなっております。1100円。あ、待って、ザーグもいた、ここに。で、ここのあのね、アトラクションの的、三角とか四角とか、この細かいところまでしっかり作られています。この的の真ん中らへんとか、こんな感じでいっぱいゲットしてきたわけなんだけれども、なんとですね、まだあと2つあります。で、こちらがなんと、これ面白いなって思ったの、じゃじゃーん、これ何が入ってるかわからないピンバッジなの。こんな感じで8個種類があるんだけど、これが欲しい。ラプンツェルとミッキー狙いかな。シンバもいいな。とりあえずラプンツェル狙いで2つ買ってきたのでやっていきたいと思います。で、こちら1個1000円です。さてさて、何が出るかな。それではオープン。ミステリーコレクションだって。うわ、ドキドキ。ラプンツェルお願い、来て。ででん、あ、ミニちゃんだ。あ、違った、ミッキーだ、ミッキーだ、やった、ミッキーだ、やった。なんでミニーちゃんだと思ったんだろう。なんかもう一個入ってる。2つ入ってるんだ。え、2つ入って1000円なんだね。2個目、じゃじゃん、はぁ、ミニーちゃん、やったー、嬉しい。え、ミッキーとミニーちゃんだ、揃った。あ、で、これなんと後ろが2つ針がついてるみたい。じゃあもう一つラプンツェル狙い、せーの、じゃん、はぁ、ミニーちゃん、同じだった。
これミッキーとミニーちゃんがセットなんだ。なるほどね。ラプンツェルはちょっと今回は残念だったんですけど、次回に期待です。ということで今回ですね、1万円でピンバッジはこの2個入りの含めると11個ゲットしました。でこれをですね、今回はででーん、ピンバッジをせっかくなので飾っていきたいと思います。これね、100均でゲットしてきました。全部100均、ダイソーかな。これは200円。ちょっとやばい、ライリックの毛がやばいです。かわいい。それこうして、で、あーなんかこういうペラペラもついてんだけど、ピンバッジだからちょっと微妙だよね。これは取ります。このサイズにカッティングします。オッケー、カッティング完了。そしたら、あら、あサイズオッケーオッケーオッケー、あ、いいのでは。ここにピンバッジをつけていきます。よし、どうしよっかな。ちょっと並べてみようっと。やっぱミッキーはここでしょう。こんな感じでどうでしょう。このコルクボードごと刺したらどうなんの。コルクボードごと刺してみようか。うわっオッケーオッケー、あ、いいじゃない後ろの板ごと刺していきます。手をね、気をつけてやんないと。おう、あう、やせや、はい、よ、せや、いやミッキー大量発生中。このチョコリンってのにかぶっちゃうとやばいので気をつけてください。枠をつけます。接着剤でここにつけちゃった方がもしかしたらやりやすいかもしれない。あ、まあいいや。ちょっとね、布は大きめに切りました。大きめに切ってはみ出す感じ。あ、できた。ででーん、完成。キラキラしてるからここ周り金の縁にしてみました。で、中のフェルトっていうか布は黒にするか迷ったけど、でもまあ紺にしてよかったかもしれない。すごい簡単なので、ぜひ気になる方はやってみていかがでしょうか。ちょっと私はブス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 刺しちゃったんですけど、やるときは気をつけてやってください。布をなんか接着剤とかで固定してからやった方がやりやすいと思います。やったね。こちら、これもねダイソーで売ってたんだけど、これにじゃーん、こんな感じで立てかけられるので、あー若干ここがかぶっちゃうけど、まあいっか。こうやって飾りたいと思います。壁にかけても可愛いよね。私はこうやって飾りたいと思います。はい、ということで今回はついにピンバッジに手を出してしまいましたという動画でした。アトラクションのピンバッジすごい可愛いので、ぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。私的には蒸気船ウィリーのミッキーがおすすめです。あとスペースマンテンもいいね。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、インスタとツイッターのフォローもお待ちしてます。バイバイ。シュッ。